はい、1571回始めます。2023年9月15日。9月ももう中旬ですね。折り返し。となるともう、今月終わったらね、もう4分の3が終わったってことになりますから。1年も早いね、本当に。ね、子供の頃の1年は長かったのに、大人になってからの1年は早い。アラフィフともなると、本当1年あっという間。ということですよ。皆さんどうでしょうか。まあね、一つ前、1570回でもちょっと話したんですけど、百田直樹さんとね、有本香織さんね、新党、日本保守党立ち上げてね、うん、私は応援したいね、この二人ね、うん、これからどん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 、もう一人、結党メンバー、もう一人、ね、東京の区議会議員の方、一人入ってるみたいですけど、ね、厳選してね、とにかく大きくするんじゃなくて、本当になんていうのかな、少数精鋭でやっててもらいたいね、本当に。でゆくゆくは本当にもう日本の自民党今ダメだから、うん、まあダメですよ、親中派ばっかり、うん、あと世襲議員、百田さんも言ってたけど世襲議員ばっかりでね、岸田総理筆頭に世襲議員ばっかりですよ、うん、ね、小渕何でしたっけ、慶三の娘、うん、あれもダメでしょ、うん、涙なんかない流してるようでダメですよ、ね、自民党はやっぱり保守の受け皿にはなりえないよもう、うん、となると日本の保守政党ってないもん ねリベラル、うん、しかもなんちゃってみたいなね、有本さんも言ってたけどなんちゃってリベラルばっかりだから、うん、あとはね、もう正真正銘の左派、うん、左翼の政党しかないから日本やっぱり保守の受け皿になってほしいなと思いますね、百田新党、うん、日本保守党、はい、応援したいと思います、はい、期待できるね、期待したいね、うん、参政党とね、日本維新、うん、この2つはね伸びると思うよ、伸びると思うけども、まあ、保守の受け皿にはなりえないじゃないかなっていう感じはしますね、はい、まあ、うん、それぐらいにして1571回始めます。カンボジアでまた20人日本人、20人超拘束、うん、アパート拠点に特殊詐欺かっていう形で、カンボジアとかね、タイのバンコクとかね、まあ、あとタイの地方都市なんかでも未だにたくさんいると思いますよ、海外拠点にして、まあ、海外というか、ね、主に東南アジア中国、うん、拠点にして、中国は少ないかな、うん、メインランドチャイナね、まあ、そこはもしかしたら少ないのかもわかんないけど、まあ、東南アジアは多いと思う、うん、拠点にして、海外から日本に、うん、特殊詐欺の電話をかけて、うん、っていうこのグループね、まだまだあると思いますよ、はい、プノンペン共同、うん、共同通信ね、カンボジアの首都プノンペンのアパートを拠点に特殊詐欺をしていたと見られる日本人20人超が、現地捜査当局に拘束されていたことが12日、うん、分かったと、うん、他にも数人が逃走しており、うん、当局が行方を追っていると。逃走してるんですか。東南アジアでは特殊詐欺に絡んで日本人が潜伏し犯罪行為を繰り返すケースが相次いでいると。捜査関係者によると、在カンボジア日本大使館からプノンペンでオンライン詐欺をする日本人がいるとの情報提供が、現地捜査当局にあったと、うん、で捜査員が11日の夜ね、アパートに踏み込み多数の日本人と数人のベトナム人を発見、うん、翌日連行する際一部が逃走を図ったと出てます。いやープノンペンの警察、いや踏み込んでね、踏み込んだはいいけど、ね、夜に踏み込んで朝方に何人か逃げたっつってんだからちょっと甘いね。まあ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 カンボジアの警察もね、まあ、うん、っていうのはあるんだけども、まあ、問題はね、今の特殊詐欺ね、うん、1個前だからね、嘘ついて、まあ、マッチングアプリで嘘つかれた男に、ね、190何万円騙し取られたっていうね、30代の女性の話しましたけども、まあ、この詐欺もそう、特殊詐欺、まさに嘘つきね、うん、くくりで言うと、もう嘘つきだらけだから。うん、ひどいよね、これもね、これマッチングアプリじゃないけど、結局電話かけて嘘ついて、ね、高齢者騙して、主に高齢者女性ね、騙して、
お金を奪い取るっていうね、本当にね、あの、まあ、詐欺、まあ、最低な犯罪なんだけど、詐欺なんていうのはね、うん、こういうグループがいっぱいいる。しかも日本国内だけじゃなくて、あの結構、まあ、カンボジアとか狙われるね、カンボジア、タイ、あと、うん、ベトナムにもあるんじゃないですか、うん、だから私も最近東南アジアあんまりうろうろしてないんだけども、行きたいんだけども、あの本当怪しい日本人いっぱいいるから、うん、あのもしね旅行で行った際にはね、皆さん気をつけてもらって、うん、本当にね海外に行って日本人いい人もいるんだけども、本当にねろくでもない日本人もいっぱいいますから、あの潜伏してるような人たち、うん、あと本当嘘ね、あのまあ今ネット社会だから、あのとにかく何であれかんであれ物事判断するときっていうのはね、その実在する人物に会って話して温度感じてね、うん、それで自分の頭でこの人は言ってることは本当なのかどうなのか、言ってることに通じても合うのかどうなのか、うんね、まあお金貸してくれとかね、あの立て替えてくれとか始まったら大概ね、あの信用ならないですから、結婚してもないのに、うん、あの身内にもなってないのに、うん、そういうことになったらね、まあ大体怪しいかなと思った方がいいですよ。人を見る目養った方がいいと思う。今のね Z 世代なんか、まあ環境的にそうなんだけども、 Z 世代はじめ若い世代ね、まあ本当にね人間見る目がないね、我々の世代もそうですけど、人を見えない、なんていうのかな、肩書きしねでしか見ない人いるから、うん、もうこのチャンネル見てくださいよ、学校の校長先生から教頭先生から警察官からで消防士から、何公務員の方から、ね、政治家の方から、うん、一般のねスーパーで勤める人、介護職やってる人、看護師さん、どんな人でもですよ、もう肩書きに関係なく、やれ騙したとかね、騙されたとかね、うん、マッチングアプリで騙したとかね、未成年者とやったとか、あとね、盗撮しまくりじゃないですか、この今の挙げたで、まあみんなですよ、みんな、もう肩書きなんか関係ない、うん、本当に、うん、もうなんていうのかな、その人の本質、その人の人間、一人の人間としてこの人間はどうなのか、いいこと言ってんのか悪いこと言ってんのか、生き方はどうなのか、生きる姿勢はどうなのか、うん、で年収とかあの肩書きなんていうのはその人間を判断する一つの、うん、バロメーターでしかないから、別にね年収高いから偉いとかね、うん、賢いとかそういうことでもないですよ、うん、管理職やってるから偉いとかね、そんなことでもないですよ、うん、それをね肩書きとかこだわる人、これ多い日本人、うん、ほんと8割9割10割ぐらいそうですよ、うん、そんなのにとらわれないで、あの一個の人間として対峙した時にこの人は尊敬できる人か信頼できる人かっていうのを判断できるようにならないと、この特殊詐欺とかね、うん、マッチングアプリ、SNS での騙しとかね、うん、なくなっていかないと思うよ。まあ簡単に言っちゃうと人間力っていうとね、本当ぶっきらぼうな言い方になるんだけど、人間力を高めていくしかないかなと思う。はい、すいません。1571回、感染がね、治りきらないね。終わりたいと思います。百田さん、頑張ってください。チャンネル登録、高評価、お願いします。失礼します。